伊藤さんは発射の準備を始めた。15本の特大ペットボトルを発射台に装着。伊藤さん曰く、15本のペットボトルをいっぺんに発射させれば必ず安定した推進力が得られるという。しかも伊藤さんの計算では10メートルは飛ぶというのだが、この浮き袋、浮き輪という感じで投げますか。泳げない伊藤さんのために万全の準備は整った。そしていよいよ3、2、1、0。ものすごい勢いで飛んでいく伊藤の顔、なんと目標よりもはるか遠くまで飛んでいってしまった。水しぶきを上げながら人間ロケットとなって数十メートルまで高さから、そのまま海面に落下。人間ロケットは大成功だ。しかし予想以上に飛んでしまって松永さんの浮き輪は飛ばない。慌ててボートに乗り込み救助に向かう松永特派員。危うし伊藤さんは泳げない。しかし危機一髪のところで松永さんが間に合った。余震状態の伊藤松尾、ご苦労様でした。その後こんな気持ちを一言。